悪い癖で、まあ、視聴者様が何か質問、まあ、コメントの中に質問があった時に、すぐに返事を出さない時があって、返事っていうかアンサー動画を出さない時があって、そうしたらどん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 下の方に行ってしまうんですよ。でスクロールしまくってしまくって、どこのページだったかなとか、ちょっとそうなってしまうといけないので、コメントが溜まってしまう前に、慌てふためきながらアンサー動画を出そうと思います。まあ、あなたの、これはい、パッションフルーツは何ですか？で、そうですね、今平日、コロナウイルスのそういうのがある前は、平日月曜日から金曜日の間は犬の散歩だったり病院での通訳だったりがあったんですね。それも犬の散歩は毎日ですけども、病院の通訳の方は1ヶ月に1回か2回だったんですよ。なので、まあ、裁判所でも通訳の仕事ができるようにと思って、あれこれ準備をして、で、バージニア州の方はその手続きが終わったけれども、なんとか州の方ではテストギリギリのところで落ちたっていうことなんですね。80%取らないといけないところを74%で、まあ、残念ながら落ちたっていうことなんですよ。で、あとですね、もう病院の通訳だって1ヶ月に1、2回ぐらいしかないので、じゃあ週末に何かできるアルバイトと思いまして、まあ、ケータリングのアルバイト、まあ、サーバーとか、サーバー、バスボーイ、バスガール、バッサー、バーバック、バーテンダー、ミクソロジストのどれかをちょっとしたいなっていうふうに思っております。で、それから、趣味はですね、手作り石鹸、コールドプロセスで手作り石鹸をしております。で、材料は、ディスティルトゥーウォーターっていうと、コンタクトレンズを洗う時の水 ですかね。それと化成ソーダとオイルで、私はキャノーラオイルの方が泡立ちがいいんですよ。オリーブオイルと比べて。なのでキャノーラオイルを使ってます。で、以前は昆布茶、紅茶きのこを作ってましたけれども、あれは絶対なんかアルコール分があると思うんで、私多分アルコールの、イントラレンスっていうと、まあ、要するにお酒が飲めない下戸に近いと思うんですよ。あとはね、サブジェクト。はい、そうですね。で、それから、音楽は演奏はしないですけど、聞くだけなんですよ。まあ、トップ40関連ですかね。で、ビートルズよりかは、ローリング・ストーンズが好き。で、マイケル・ジャクソンよりかはプリンスが好き。で、ホイットニー・ヒューストンよりかはマドンナとかジャネット・ジャクソンとか、そういう、まあ、テンポの速い音楽が好きですかね。で、そうか、これを出せばいいんだ。プレイチューブっていう、そう、プレイチューブを見れば、こういう音楽を聴いているっていう文ですね。で、これ、オーストリア出身の白人で初めてのラッパーと言われてますよね。まあ、こういう感じですかね。なんか、あと、見られて恥ずかしい音楽がちょっとあるかもしれないですね。見られて恥ずかしい音楽があるかもしれないと。まあ、こんな感じですかね。はい。で、また YouTube スタジオに戻ります。ちょっとこれ画面見ながらだと、はい、で、あと、私は結婚してからですけども、ファインアート、結婚してから
ですけども、近くの、アメリカの短期大学の授業を取って、まあ、準学士まで、まあ、ゲットできたんですよ。で、それはスタジオアートと、美術史、まあ、西洋美術史とか、まあ、取ってたんですね。で、まあ、まあ、短期大学までの準学士ってことで、でカリフォルニアだったんで、そのカリフォルニアの短期大学ではあれですね、この授業を取ったら UC システムと CSU システム両方単位を移行することができるけども、まあ、そうでない場合もある。まあ、UC システムっていうのは UCLA とか UC バークレーのことですよね。で、CSU っていうと、キャルステートユニバーシティっていう、そっちのシステムなんですね。で、まあ、やっぱ実際通ってる人から見たら、ああ、どっちも素晴らしい学校ですよって、まあ、言うんですけれどもね。で、まあ、私の、まあ、印象としては、ちょっとでも、まあ、実利的なものっていうか、就職に役に立ちそうな授業を取っちゃうと、それ、CSU にしか、単位を移行できないんですよ。で、それ、授業を取るときにパンフレットと、まあ、アカデミックカレンダーとか見て、あ、ちょっと残念だなとか思ったんで、なので私は、まあ、世間様に役に立たないような、技術を伴わない、そういうアート、スタジオアートのクラスばっかり取ってましたね。で、そのアート系でも一応一般教養的に幅広く授業を取らなくちゃいけなかったんですよね。まあ、1年生2年生の時に。で、それで 2D デザインは平面デザインですね。で、3D デザインは立体デザインですかね。で、あとはカラーセオリーとかそういうのとって、あとは、ペインティング1とか、あとは彫刻1と、あと、陶芸1、あと写真1とかいうの、そういうの、まあ、撮りましたね。で、その美術理論を2クラス取って、で、美術史も2つ取るっていう、2&2がいいですよとかって、まあ、そういうことを言われたんですよね。で、この準学士のおかげで、まあ、グラフィックデザインの仕事にありついたこともあったんですよ。まあ、2年間ですけども。で、それはですね、横須賀基地の中の、ポスターとかフライヤーを作る、まあ、花火とか、盆踊りとか、独立記念日とか、ハロウィンだ、サンクスギビングだとか、そういう行事の、ポスターとかフライヤーを作る仕事、それは2年間していたんですよ。まあ、だけど、子供が生まれてからは、まあ、10年近く、まあ、家にいましたね。まあ、うちの子が、まあ、ちょっと自閉症とかあったんで。で、まあ、で、医療通訳の方は3年ぐらい前から始めたんですね。で、そうですね。で、はい。まあ、ちょっと私、そうですね。まあ、そのパッションフルーツの方ですけども、もっと英語が上手になりたい、もっとイラストが上手になりたいって、そういう気持ちはあるんですよね。で、これラブ&フリーダムさんからも、まあ、ご指摘があったんですけども、私は私立文系のバカなんですよ。で、まあ、理科系があんまりできないっていうことで。で、だけども就職に役に立たないと困るぞっていうことで、じゃない、法学部の法律学科に進んだんですね。文学だったら、なんかこう趣味でやってもいいなとかも思ったし、外国語はまあまあ、独学でも OK かなとか思ったんですよ。だけど、まあ、法律とかだとちょっと独学はしない方がいいらしいんで、まあ、そりゃなんか独りよがりな勉強になったらちょっと、まあ、まずいぞっていう、そういうこともあるんで。で、まあ、私数学とか理科ができないんで、
経済学部とか経営学科だとか、商学部とかそういうのは受けてないんですよ。まあ、だけど、まあ日本の大学で、まあ、法学部、法律学科を出ても、で今私、裁判所でも通訳ができるように準備をしている。まあ、テスト、ちょっと6%逃したっていうことで、80%ところ74っていう4%で、まあちょっと落ちてしまったっていう。まあどうですかね。まあ約30年前に、まあ私が勉強させられたこと、役に立ってるかどうかっていうとちょっと微妙なんですよね。まあだけども、週末にもできるアルバイトとして、私、ケータリングの会社に登録して、そこでサーバーかまたはバーバックまたはバーテンダーの仕事をしたいと思ってるんで、オンラインで、で私以前その OED 様に対するあれ返答だったかコメントだったかで、オンラインのクラスを取ってます。英語のクラスを取ってます。で、それは実はですね、バーテンダー、バーオペレーションズ、ミクソロジーの、その、オンラインのクラスのことだったんですよ。それが、一応終わりましたので、それの感想というか、レビュー的なこともしたいなと思います。私はですね、もう、自分の体を使って、人体実験しますよ。日本の4年制の大学の学位と、オンラインで、まあ、1週間とか2週間とかの短い期間で、勉強した、バーオペレーションズ、バーテンディング、ミクソロジーのクラスと、どっちが アルバイトの数が多いか、長く働けるか、どっちが楽しいか、まあ、どっちが、まあ、簡単かっていうのを、ちょっと比べてみたいと思いますよ。例えばバージニア州では日本語の、裁判所通訳の依頼は2年間に1度だけっていうふうに言ってたんですよ。で、ワシントン DC の裁判所の方では1年間に3回ぐらいらしいんですよ。だけども、もし、ケータリングの会社に登録して、そしたらどのぐらい仕事があるかなって。まあ、時給とかは多分ケータリングの方が、時給は値段低いとは思うんですけど、だけど、長く働けるんで、ケータリングだったら準備と後片付けも時給の中に入ってる。だけど、通訳の場合、準備っていうか、まあ、予習復習ですかね。そういうことをしても、バイト代もらえないんで、実際通訳してる時だけ、だけっていうか、実際通訳してる時だけだったり、あとは、1時間とか、そう、2時間とか決まった数だけなんで、で、ケータリングの場合、準備とか片付けとか入れたら、それだけでも4時間で、その間の、そのパーティーやらなんやら、そしたらもう6時間ぐらいになっちゃうかもしれないんで、そしたら通訳よりもいいアルバイト代になるんじゃないかなっていうふうに思っております。はい。すいません。英語で聞いてる人もいらっしゃるかもしれないんで、This passion, I took online course so that possibly I can have part-time job on the weekend. That is the bar operation, bartender, mixology, even though I have alcohol intolerance and Asian flush and Asian glow, which means Asian people have some red face after drinking. I do have it. And also I have like alcohol intolerance, but still I will do. Thank you and have a great day.